後に残った1チームが優勝となります。決勝を戦うは株式会社豊崎モーターズ、沖縄宇宙飛行士訓練学校ガンクラブ、鹿児島ロケット株式会社、そして綾戸商店街ガンプラチームです。
せてみろ。Come on!
まさか母校と当たるとはね。さあこちらは沖縄宇宙飛行士訓練学校ガンプラ部対鹿児島ロケット株式会社のバトルです。先輩でも先輩は立てるものじゃないか。はぁ、惜しい。しかしここで後輩2人を倒しても残りはあのチームか。だったらなあ後輩。なんすか。このままだと俺たちどっちも勝てないと思うんだ。ガンプラバトルジャパンカップ優勝は綾戸商店街ガンプラチーム。それでは30分後、優勝した綾戸商店街ガンプラチーム対ミスターガンプラのエキシビションマッチを開催します。皆さんお楽しみに。待ちかねたよ。